あとね、風間、祭りさ、時間間違えてさ、1時間早く来ちゃって、ミーティングもあったんよ。ミーティングの時間より1時間早く来ちゃって。そう、だから、リハーサル前のね、風間に会って、お疲れ様でーすって言って、で、初対面だったんだけど、そう、風間とね。で、あ、夏色祭りでーすって言ったら、あーみたいな、あ、これよかったらって言ってクッキーもらった。なんかこれ言っていいのかわかんないんだけどさ、なんか風間いろは心が乱れれば乱れるほどお菓子を量産してしまうらしくてなんか 3D めちゃめちゃ緊張してたらしくて、そうめっちゃ緊張してクッキーを量産しすぎ、すごい量だったよ。これ学年分みたいな、学年分ぐらいあったの、本当に一学年分ぐらいあって、でもうなんか一個もらったんですけど、めっちゃ美味しかった、本当に美味しかった。持って帰って食べようと思ったんだけど、その場で全部食べちゃったそう。